野田さん、閣僚の皆さん、私は普通のおばさんです。普通のおばさん残ってます。普通の若者も、普通のおじさんも、普通の妊婦も、普通の子供たちもみんな怒ってるんです。山根さん、今ちょっとタバコ吸って、もうこのままあなたたちに任せてはおけないんです。おらー、もう今再稼働するわけにはいかないんです。おらー、私たちは地元民です。あの全国のみんなが地元だと言った枝野さんの言葉、私も地元の一人です。神奈川から来ましたが、原発の大井原発の地元、私は許しません。福島の事故で東日本はほとんど汚染されています。ここ東京もあっちこっちでホットスポットになって、関東地方全体も汚染されています。どうぞ。九州の方の牛乳を飲ませてあげたらね、そしたら牛乳って美味しいねって、僕飲んだことないからって、事故の前にはね、牛乳が大好きで、食後にいつも牛乳さんって牛乳のことを呼んで、で親がね、それを渡してあげるっていう、はいって言って持ってきてあげるっていうね、それですごい喜んで飲んでたんですよ。それがね、なんかもうそのことも忘れて、初めて飲んだって言っててね、僕は それがすごい悲しくて、それがね、もう1年経って、その1年分のその可愛い笑顔をね、返してほしいんですよ。それでね、1年分どころかね、これから先ね、本当に安心して牛乳をね、気にしないで飲ませてあげられるまでの笑顔をね、あなたたちは奪ったんですよ。そうだ、それで全国のね、お父さんお母さんはこの事故にすごい怒ってます。で、ここに集まってる人の中にもいると思います。でもね、お父さんお母さんはやっぱり働かなきゃいけないし、子供の面倒見なきゃいけないし、何よりね、子供と一緒にいる時間が一番大事なんです。でもそれを割いてここに来てるんですよ。でも
それでね、やっぱり来たいんだけど来れない人もいっぱいいます。本当に忙しくてこの時間仕事してたりする人もいます。で疲れちゃってもうどうしようもなくなってる人もいます。だけどここに集まってる人たちよりも大勢の全国にそうやって怒りを覚えてる人がいっぱいいるってことを忘れないでください。うわー、一角だもんな。それでこのね、こういう息子にこういう思いを二度とはさせたくありません。でそれじゃなくたって親は子供を育てるのに疲れてます。それ以上にね、ストレスを与える原発を僕らは許しません。